8月3日福井県の海水浴場で、海水浴に来ていた男の子、まあ少年ですね、10歳の少年をイルカが噛みつき大怪我をさせたということです。イルカね、イルカ怖いね。イルカ、まあこれね、人慣れしてるイルカだからこれやったんですよね。実はまあね、俺ね、昔からよく言うんですよ、動物って慣れたから安全っていうわけはないよって。慣れたからこそ危険な場合があると。まさに今回のこの、事故は慣れたからこそ危険なことになったという事例になるかと思います。この事故は、5時15分頃、夕方の5時15分頃に野生のイルカが近づき、まあといってもまあ野生のイルカに決まってるんだけどもね。でもまあその野生のイルカが近づき、少年に噛みつき、中指と薬指のあたり、この2本の指あたりを噛んで、その結果、20針から30針を負う大怪我を負ったということです。なんでこんな大怪我を負ったかというと、やっぱりね、イルカの歯って鋭いんですよね。何のために鋭いかというと、魚、非常に滑る、ツルツル、ね、体表がツルツル滑るわけです。ですから、それをね、滑らないように、滑りのために、細かい歯がいっぱい生えているわけです。まあ、種類によっては歯が生えてないものもいる。特に、イカをね、イカを染色としていくような種類になるに従い、歯はどちらかというと退化傾向になる傾向はある。まあね、イカも滑るから俺の考えじゃね、歯いっぱい入った方が得ないような気もするけど、そうじゃないんだな、実際には。まあイルカの場合はね。ということで、その細かい歯がいっぱい生えているために、イルカは少年に怪我を負わせてしまったということです。これね、怖いですよね。まあね、一般的には。ね、イルカ結構でかいです。でかいのって言ったらね、300キロ、ね、コスもいますから、そんなのがね、近づいてきて噛みつけばね、それはね、怖いよな。でですね、福井県ではこのようにイルカにね、民間の人が襲われるというような事故が、去年、おととしあたりから続いていると。で、これは同一のイルカなんじゃないかという、見込みというか、まあ、見解もあると。まあ、確かにね、こんなね、複数のイルカが急に慣れてきて、人にね、遊びに来て、ほんとね、噛みついたら、まあ、大変だ。まあ、確かにそれはあり得るかもしれない。だけども、どうなんだろうな。イルカっていうのは、ものすごい、仲間に情報を伝達する能力がありますので、親子や兄弟、あるいは、仲のいい友達に自分がやってる遊び方を、伝えて、同じような遊び方を得得するというような事例もいっぱい数多く知られていますので、その一例として、このイルカに友達がいたのであれば、またそれが楽しいと感覚的に捉えるものがいるのであれば、それを友達に教えて、友達も同じように人に噛みついて遊ぶということになる可能性もまあまああるにはある。でもまあおそらく同一だろうな、やっぱりな。まあその可能性は俺も高いとは思います。でね、またね、問題となるのが、今年に入ってからもうすでにこの少年が襲われた時点で4件襲われていると。ですから、まあ、今後もうちょっと被害が増えるかと思います。去年、一昨年あたりもね、結構なね、まあ、2桁に及ぶ被害がね、上がっていますので、今年もね、まあ、どのぐらい被害出るのかな、どうなんだろうな。まあ、なんたってね、野生の動物でね、イルカは海にいるもので、人は陸にいるものですから、どっちがいけないのかってことですね。まあ、遊んでるだけの人に噛みついてんだから、イルカがいけないという考えもあるでしょうけど、人間は海で遊ばないでも生きていける生き物なのでね、それがわざわざ海に入ってイルカに噛まれて、困った困ったって言ってもどんなものかと。微妙だな。ね、海でね、生計立ててる人もいるし、海で遊ぶのはね、確かに楽しいでしょうし、まあ、いけないことはしてないな。まあ、難しいな。ただね、海でね、経営を成り立てているような人とか、そういう人たちにとっては、イルカはちょっとね、こうなってくると邪魔な存在になってしまうのかもしれない。ね、だって、イルカがいるから、海に行く今年やめようかってことになればね、海開きを目当てに経営なさっているような方々の、ね、食いぶちが減ってしまうっていうことだからね。じゃあまあね、ここでね、実際にイルカの頭骨を見ながら検証していきたいと思います。おいしょ。おいしょ。今回はね、イルカだけじゃなくて、ちょっとね、ここにね、
俺出しといたんだ。なんだ、イルカだけじゃなくて、この、なんだ、まあ、海にいる生き物というか、まあ、似たような、ね、外観的になんとなく似たような形で、まあ、いるので、サメの頭骨と一緒に並べてみました。はい、これがまずイルカです。こんなです。面白いですね、イルカの頭骨ね。面白いですね。こんなですよ、こんな。眼下もね、非常にね、あんまり発達してない。で、こういう感じに口があって、まあ、これ、こういうふうに、まあ、こういう感じですね。こういうふうに開くわけですね。こういうふうに開くわけですね。そして、これが例の歯ですね。こういう感じになってるわけです。これ、細かい歯が入っていると。まあ、種類によっては、ね、上下に入ってないものもいますね。ですけど、これは、まあ、上下に入ってて、こういうふうに細かい歯がいっぱい入ってる。鋭い。うん。で、こういうような歯ですので、サメのように食いちぎるというわけじゃなくて、本来、魚などの獲物が逃げないように、逃さないように滑り止めに使うための歯なんですね。そのためにこういう細かい歯が並んでいるということなんです。ですけども、この歯が人間の皮膚に突き刺さり、そして人間が抵抗して引っ張ったりなんかするとビリッと裂けてしまうと。ですから、水族館や何かで、イルカのトレーナーなんかされている方々も噛まれるときある。そうなりますと、新人なんかやっぱりね、縫うような怪我を負うことがあるわけですね。ですけども、やっぱり熟練した人たちになると、まあ噛まれる前に回避する。あるいは噛まれたとしても、引くと余計に大怪我するので引かないように対処するというようなことができるわけです。まあね、彼は慣れてますし、プロですからそういうことできますけど、一般の人にね、それをね、やれと言ってもちょっとね、無理かと思いますので、まあ今回のような、事故につながってしまったのであろうと思われます。ね、どうせですかね、このイルカ、面白いですよね。なんと、こういうふうに口があります。で、人間だったらね、鼻ってね、このね、先端あたりにありそうなイメージですけども、実際にはイルカの鼻の穴、ここに開いてます。ここです。ここですね。ここにあります。で、ここで息をしているわけですね、ここに。頭のてっぺんみたいなところに鼻があるわけ。まあ、てっぺんじゃないんだけど。うん。これはね、海生動物に多い行動で、ゾウなんかもね、こうね、鼻のね、上の、鼻の穴がね、頭の上の方に開いてますけども、ここら辺からもゾウはひょっとして、海生動物が起源じゃないか、あるいはね、海生、あるいはこの、まあ、海じゃないにしても、まあ、水中に適応しかけた動物なんじゃないかと言われるのは、この鼻の穴の構造にもよります。やはり、ゾウも頭の上の方に鼻の穴が開いているということです。はい。まあ実際にね、ゾウは、マナティやジュゴンと近縁な生き物ですので、まあ、途中までの段階では、やはり、水中で生活するのに適応しかけた動物なので、鼻の穴の位置が頭の方に移動したと見て、まあまあ間違いないとは思います。はい。そして、この、よくね、外観的に似た生き物として捉えやすいのが、こちらですね、こちら、隣、これサメです。サメの頭骨です。このサメの頭骨ね、これはね、確かヨシキリザメだな。ヨシキリザメね、これでもね、ちっちゃく見えるけど、これでもね、2メーター以上あるんですよ。はい。そして、この歯です。歯。はい、ヨシキリですか、そんなにでかい歯は生えてませんけど、このような三角形で、さっきのね、イルカとだいぶ違う。もう一回見てみる、イルカ。イルカこうですから。イルカこうですね。こうですね。こうですね。イルカこうですね。はい。イルカですね。これがイルカの歯ですね。細かい歯が並ぶと。そして、これがサメ、ヨシキリザメの歯です。これね、三角形なんです。三角形の歯で、両サイドにギザギザ、キールというか、セレーション、要するに鋸歯状構造になっています。ですから、噛んで振るとよくノコギリのようにギコギコとなって肉を削ぎ落とすことができるという構造になっています。これ危ないですね。ですからサメというのは食いちぎる歯を持っていますので、イルカに噛まれるよりかははるかに危険なわけです。ですからね、体型的になんとなくイルカとサメって似てますけども、歯の構造はこんなにも違うわけです。でですね、これから今回はイルカでしたけども、海にはこのサメもいますので、サメには十分気をつけなければなりません。はい。こちら、これヨシキリザメです。あ、ヨシキリザメじゃん。こちら、これが、なんだっけ、これ、あ、イタチザメか。イタチザメですね。この歯ですね、めっちゃでかい。わかっかな、これ。そうだな。
どうしよう。そうだ、そうだ、カメラを三脚につけりゃいいんだ。ちょっと待ってね。はい、というわけでお待たせしました。じゃあね、ここで、よいしょ。おいしょ。これが、イタチザメの顎です。めっちゃでかいです。こんなでこんな。これが実際に海にいるわけですよ。まあ、これはね、沖縄方面ですね。沖縄方面に行くと特に多いサメです。まあ、関東にもいないことはないので、夏なんかはね、来ますので、気をつけなければならない。これがいるところで皆さんは泳いでいるわけです。サメが少ない地域だから大丈夫とか、そんなことって、こんなでかいんですよ。だって、こんなめっちゃでかい。これがいるわけですから、このイタチザメっていうのは、おそらく世界で最も人を襲ってるサメです。まあ人を最も襲ってるのはこのイタチザメか、オオムジロザメっていうやつね。この二つはどちらかじゃないかと思うんですけども、でもまあその一角ですよね。一角というかもう実際にイタチザメの方が多いんじゃないかと。オオムジロザメも相当襲ってはいるんだけど、というかね、ホオジロザメに襲われてると思ってる被害のうち、何十パーセントかは、実はオオムジロザメが幸せじゃないかと言われてるぐらいにオオジロザメっていうのは、人を襲うサメなんですが、このイタチザメというのは、何かあったら噛んで確かめると、はい、そういうサメなんですね。ですからそれだけに被害は多い。食べる気がなくてもとりあえず食い物かどうかを噛んで確かめるというサメですので、はい、なんだなんだ赤ん坊じゃんかい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 、はい、はい、すいません、今ね、にゃんこがね、ここに来てます。はい、これですよ。にゃんこですよ。にゃんこが来ました。にゃんこ、はい、にゃんこ、にゃんこ、はい、はい、はい。このにゃんこは野良猫なんですけど、よく遊びに来てくれるんですね。かわいいんですね。はい、この猫はね、俺が飼ってるドッグフードをね、勝手に盗んでいつも食べてます。まあ、それはいいんですけど、このようなわけで、こういうものがいるところで皆さんは泳がれているということを認識した上で、遊ぶべき、要するにプレイすべきですね、海っていうのはそういうところですから。で、彼らは邪魔な存在じゃないんですね。彼らがいるところで遊ばしてもらってるわけですから、そういう認識で接していきませんと事故は減りませんよ。サメがいるからネットで囲えばとかそういう問題じゃないですね、うん、いるところで遊んでるんですから、こいつらが邪魔なわけじゃないと。人間の都合よくサメが来ないようにネットで塞ぐとか、もっとひどい場合にはサメを駆除してしまうというわけですよ。どうなんでしょうかね。じゃあ宇宙人が地球で遊びたいから人間邪魔だと、だから人間は入れないように囲ってしまって、その中で宇宙人遊びましょう。どう思います？気分良くないですね。まあ人間危ない、人間に殴られて宇宙人がいると、だからこいつらやっぱり邪魔だから、こいつはちょっと半分にしようぜつって、殺戮を始めるわけですよ。それどうですか。ね、人間同じことやってるわけですね、サメたちに。まあもちろんサメにね、食われていいと思わないので、僕はね、海には極力入らないのが一番いいんじゃないかなと思うけども、まあそういうわけにもいかんでしょう。確かに楽しいし、海。ね、待ち望んでる人いっぱいいますから。ですから、まあネットで囲ったとしても、こういうものがいるところで遊ばせてもらっているという認識の上で遊んでいないと事故は減りませんということを僕はお伝えしたかったです。はい。よいしょ。でね、こっちにもね、あんまり関係ないっちゃ関係ないけども、アオザメ。これアオザメっていうやつです。こいつはね、めちゃくちゃすごい歯です。ただこいつらはね、ちょっとね、深い海にいる、深い海っていうか、水深のね、深くに潜ってって言て、水深のある海の方に、要するに外洋にいる海などで、これに海水浴機械が襲われるってことはないですけども、この歯がかっこよくてね、すごいよね。僕ね、アオザメのね、この歯好きで、まあちょっと、それね、見せたかっただけです。でもね、こいつだって海にいますよ。こいつだってね、いつ何時人を襲うかわかんないですからね、まあ気をつけましょう。はい。まあですね、今見せたようなサメに襲われることを考えてみれば、こんなイルカに噛まれるなんて大したことないですね。この歯ですからね。でもこれで打ってね、結局20針30針縫う怪我を負ったということですよ。どうですかね。海にはたくさんの生き物がいます。こいつらを抜きにして、海を語ることはできません。それで海で遊ぶこともできません。なんといっても海というのは彼らが支配している場所ですから、
というわけですね。まだ夏始まったばかりです。これからもですね、このような被害増えるかもしれません。海水浴に行かれる方は今後重々注意が必要かと思います。